どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度問11から問20までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問11番です。引き続き第1章の内容になりますね。医療機関で、治療を受けている人への配慮に関する次の記述の最後について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A は正解、それから B なんですが、医療機関、薬局で交付された薬剤を使用している人について、疾患の種類や程度によっては、一般用医薬品との併用により、症状を悪化させることがあり、注意が必要であるため、一般用医薬品の併用の可否を判断することを登録販売者に、義務付けているよとあるんですけど、こちら誤りになりますね。何かというと、医療機関とか薬局で交付された薬剤、まあ、いわゆる医療用のお薬になりますよね。そういった内容と、それから一般用医薬品の併用についてなんですけど、ここはですね、登録販売者、医療用医薬品の知識がなかなか、もちろん勉強やってませんので、そこのところの組み合わせ難しいと思います。ということで、登録販売者に、その判断を義務付けているというところ、そこが誤りとなりますので、こちら B は誤りになりますね。はい、そして C と D は正解なので、こちら答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問12番です。販売時のコミュニケーションに関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちらも答えは2番が正解となります。はい、 A、B 正解、 C のみが違いますね。家庭における常備薬として購入された場合は、すぐ使用されないため、情報提供を行う必要はない。いや、そんなことないですね。いつ使うかわからないんですけど、しっかりと、大事な言葉ですね、伝えていただきたいので、情報提供ね、していただきたいなと思いますので、C は誤り。ということで、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い13番です。妊婦、もしくは妊娠していると思われる女性、または母乳を、与える女性に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A 正解、 B なんですけど、胎児は母体との間に存在する胎盤を通じて栄養分を受け取っており、そうですよね。そして胎盤には胎児の血液と母親の血液とか、混合する仕組みになってますよとあるんですけど、これ混合しないようになってます。じゃないと、お母さん、例えば A 型、お腹の中の赤ちゃんが、なんですかね、AB 型とかね、そういった可能性もないこともないと思いますので、なので、そのようなところではですね、お腹の中の赤ちゃんね、それからお母さんの、血液型がですね、こう混ざらないようにするために、こちらありますので、混合する仕組みというところが誤りとなります。はい、で、C と D は正解なので4番が正解となりました。では次行きましょう。問い14番です。サイドメン訴訟に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせ、を選びなさいということで、はい、こちら答えは、1番が正解となります。1番が正解ですね。こちらサリドマイドに関しては大丈夫でしょうか。ちょっと一応確認していきましょうか。サリドマイド訴訟に関しては、まずはサリドマイド製剤を使っていきます。このあたりはいいですよね。そしてこのサリドマイド製剤というのは催眠鎮静作用が、メインで使っていきます。で、そんなサリドマイド製剤を、妊婦さんに、使ったことによって、妊婦さんが眠れなかったんですよね。使ったことによって、生まれてきた赤ちゃん、要はお腹の中の赤ちゃんにですね、サリドマイド製剤が影響しちゃったんですよ。で、生まれてきた赤ちゃんの、四肢欠損、あとは、耳の障害などの1000点以上などが出てきちゃいました。で、この副作用がいわゆるこの血管新生を、妨げる作用
要は、新しく生まれる血管を作らない、妨げる働きがあります。なので、血管が作られないということは、血管というのは酸素や栄養を運んだりとか、老廃物、二酸化炭素を回収していきますので、その血管が、作られないということは、細胞が作られなくなる。だから、四肢欠損などの赤ちゃんが生まれてきてしまったというところが、大きな問題となりました。はい。で、このように、サリドマイド製剤に関しては、催眠鎮静作用が、これ化学構造的に見ていきますと、光学異性体というものが、存在しておりまして、その光学異性体の片方の R 体、をですね、鎮静作用。そして、S 体をですね、血管新生を妨げる、働きがあるということが分かりました。じゃあ R 体だけを分離していけばいいんじゃないかというところでは、R 体だけ分離してもですね、体の中に入りますと S 体にも変わったりするのでということで、分けるところが難しいですよというお話になっていたのが、このサリドマイド訴訟になりました。はい、それを踏まえた上でのところで、B は正解、で B なんですけど、これちょっとこれもですね、難しいですよね、一般用医薬品として販売されている製品もありますよ。そうなんですよ。あるんですよ。なので、これ、ちょっと難しいんですけど、あ、そうなんだなと思っていただきたいなと思いますので、B は正解です。そして C、サリドマイド製剤は、催眠鎮静成分として承認され、副作用として、血管新生を促進するよう、はい、皆さん、妨げる働きでしたよね。ということで、こちら C は誤りとなりまして、そして D は、正解となりますので、1番が正解でした。はい、ということで、ここ大事でしょうか。では次行きましょう。問い15番です。一般用医薬品の役割に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 ABCD 正解ですね。特に A なんですけど、軽度なというところを重度なって引っ掛けてきますから気をつけていきましょう。それからあと B の生活習慣病などの疾病に伴う症状発現の予防も治療って引っ掛けてきますから、ここも十分に気をつけてあげてくださいね。はい、そして C と D は正解、もうで正解ですね。特に C の、生活の質、QOL の改善向上も他の言葉で引っ掛けてくることもございますので、このあたりも十分気をつけていきましょう。はい、ということで答えは4番が正解でした。特にここ、今回は全部正解でしたけど、引っ掛けてくることが多くありますので、気をつけておいてあげてください。はい、それからですね、今度は問い16番です。HIV 訴訟に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを、選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。 A なんですけど、 HIV 訴訟、特に HIV、 これどうですか。 HIV もこれ難しいとこ多いですよね。はい、ちょっと HIV もこれ見ていきましょう。 HIV 訴訟に関しては血友病患者さんに使っていきました。血友病というのは、出血がですね、止まらなくなってしまう、先天的に血液凝固因子というのが不足していて、血が止まらない、あとは、出血が止まらないですね。あとは、内出血もこれ止まらなくなってきますので困っちゃいますよね。なので、そんな困った方に対してですね、困ってしまう方に対して、血液凝固因子製剤、血液を固める物質を投与してあげればいいんじゃないかっていうところで、こちらの製剤を投与していきました。ただ、こちらの製剤なんですけど、血液凝固因子製剤なんで、血液から作られてきます。特に、その血液の中に含まれている、血小ですね。血小から作られていきますので、そちら血小から作られた製剤だったんですが、ただそのそもそもの、血液の、中にある血小成分、そもそもの血液の中に、この人免疫不全ウイルスが混入してしまったことによって、エイズに、罹患してしまったというところが、大きな問題となりました。はい、ということでここのところをですね、見ていきましょう。まずは A なんですけど、 HIV 訴訟を契機として1979年に医薬品副作用による、健康被害の迅速な救済を図るため、医薬品副作用被害救済制度が、作られましたよと、創設されましたよと言ってるんですけど、これ HIV 訴訟契機ではなく、サリドマイドですね。あとはスモン、今回やってませんけど、スモン訴訟のスモンを契機として、この制度が作られてきておりますので、A は誤りとなります。はい、それから B なんですけど、
HIV 訴訟に関しては、血液病患者が、人免疫不全ウイルスが混入した原量結晶でしたよね、結晶。結晶って何ですかというところでは、これ、登録アマ社の第2章のところでは、結晶までは勉強しないんですが、結晶というのは、結晶のうち、フィブリノゲンですね。それらを取り除いたものが血清というものになりますので、血晶とよく似てます。血晶のうちフィブリノゲンとかを取り除いたものが血清というものになりますので、まあそうなんだな、ぐらいな感じでいいです。そこのところを深く突っ込んでくることは試験にはございませんので、なので今回は、血晶、血清ではなく血晶なんだなというところをしっかりと押さえておきましょう。はい、ということで B は誤り、それから C、問題となった製薬企業のみを被告としてとあるんですけど、これ、製薬企業だけではなく、国も、被告になっておりますので、訴えられちゃってますから、なので、製薬企業と、国も含まれるんだなというところで、必ず押さえていきましょう。なので、C は誤り、そして D は正解なので、1番が正解でした。はい、では次、問い17番です。HIV 訴訟に関する次の記述について、括弧内に入れるべき軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちらもですね、答えは、こちらは4番が正解となります。なんか、1、4、1、4続いてますよね。なので、なんか、おかしいんじゃないかなって思わないでくださいね。しっかりとこれ、そういうところであまり絞っちゃいけませんからね。皆さんちゃんとやっていきましょうね。それで、問い17番のその4番なんですけど、今回ここもですね、こちらで、前のホワイトボードで挙げたような内容ではなく、もう少し、これはですね、手引きの下の方、下の方というか、HIV 訴訟に関するところの後半のところに書かれている文章になります。なので、そこまで、例えば参考書とか、テキストとかでそこまで触れてないものもあるんですが、このあたりですね、手引きなどを見ながらですね、しっかりと触れていただくことをお勧めいたしますので、ここをちょっと難しいところまで突っ込むんだなというところで押さえておきましょう。はい、ということで、こちら答えは4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い18番です。 CJD 訴訟に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A なんですけど、クロイツフェルト薬病 CJD はウイルスが、脳の組織に感染し、次第に認知症に類似した症状が現れ、死に至る重篤な神経難病ですよとあるんですけど、これウイルスではなくタンパク質の一種であるプリオンですね。はい、ということで、じゃあこの CJD 訴訟いいですか。はい、こちらもちょっと簡単にお話をさせていただきます。 CJD 訴訟というのは脳外科手術に、ですね、人間層硬膜というものを、使ったんですね。はい、硬膜、これ硬膜っていう膜、私たちの脳には膜が何個かいろいろありまして、よくくぼ膜とかっても聞いたことありますよね。そんな膜とかがいろんなもの膜があるんですけど、そのうち硬膜という膜があります。で、それをですね、脳外科手術で移植したんですけど、ただ、その人由来の、人間層硬膜の処理がちょっとあんま良くなかったんですね。で、そうすることによってこのプリオン、タンパク質の一種であるプリオンに感染したものを、使ってしまって CJD、クロイトフェルト薬部病に罹患してしまった問題となります。で、こちらのクロイトフェルト薬部病に関しては死に至る神経難病なんだなというところもですね、必ず押さえるように、皆さんね、こちらね、しといてあげていただきたいと思います。はい、ということで、こちら A なんですけど、ウイルスではなくタンパク質の一種であるプリオンなんだなというところで A は誤り、それから B、C とか、D のところもですね、それぞれ大事なところなのでしっかりと確認できるようにしておいてください。ということで答えは1番が正解でした。はい、では次、問い19番です。プラセボ効果に関する次の記述について誤ってるものを一つ選びなさいということで、誤ってるものを選んでいきます。はい、ということで誤ってるのは4番が誤っております。4番、プラセボ効果は客観的に測定な可能な変化として現れることもあるので、その効果を目的として医薬品を使用すべきであるよとあるんですけど、そんなことはありません。ダメです。目的として使っちゃダメですので。なので、これ、いい反応と出ればいい、まだいいんですけど、悪い反応、要は副作用として出ることもありますから、このあたり予測ができませんので、4番、誤りとなります。はい、では最後、20番ですね。セルフミディケーションに関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。もうなんか4141みたいな、なんですかって感じになっちゃいますよね。はい、で、じゃあ見ていきましょう。
ましょう。A、B 正解、それから C なんですけど、近年、急速な高齢化の、進展や、生活習慣病の増加など、疾病構造の変化、生活の質の向上の、要請などに伴い、そして、専門家によるアドバイスなしで、身近なる一般用医薬品を利用するセルフメディケーションの考え方が見られるようになってきたとあるんですけど、専門家によるアドバイスなしじゃないです。専門家どんどん関わって、しっかりとサポートしてあげてください。なので、なしというところが誤りになりますので、C は×ですね。はい。そして D なんですけど、登録販売所においては、一般用医薬品の販売に従事する唯一の医薬関係者としてとあるんですけど、いやいやいや、そんなことないですよね。薬剤師いますよね。そうですよね。はい。なので、唯一というところが誤りになりますので、あ、薬剤師もいたなぁと思っていただければと思います。はい。ということで、答えは1番が正解となりました。はい。ということで、ここまでどうでしょうか。ちょっと難しいところもあります。なので、そのようなところですね、間違えたところ、もう一度復習してできるようにしておいていただきたいと思いますので、頑張っていきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと、質問などを、お受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。